第96回選抜高校野球大会は28日、阪神甲子園球場、兵庫県西宮市で準々決勝があり、昨週の明治神宮大会を制した清涼、石川が5-0で阿南光る、徳島に霊風勝ちし、準決勝に進んだ。背番号18の戸田慶生投手が完封した。清涼は過去に準々決勝を4度戦ったが、 いずれも敗れており、初の4強入りを果たした。石川県勢の春ベスト4入りも初めて、阿南港は春夏通じて初の準決勝進出はならなかった。清涼は第10日、30日、第1試合の準決勝で、県大高崎、群馬、と山梨学院の勝者と対戦する。戸田がニアンダム支球の完封。清涼の戸田がニアンダム支球で完封した。 トライク先行でテンポよくアウトを重ねた。打線は1回に萩原の敵地打で1点を先取。2回は長短打4本を集めて3点を加えた。阿南光は先発の大阪が2回途中4失点。吉岡は好級宴したが、打線が援護できなかった。